FC 周り応援番組「いこうゆメスタ」「がんばれ FC 周り」J3 で戦う FC 周りを応援する番組「いこうゆメスタ」「がんばれ FC 周り」この番組は FM 愛媛と FM ラジオバリバリとの共同制作でお送りしていますこの番組はイオンモール今治新都市の提供でお送りします イオンモール今治新都市からのお知らせです「FC 今治でお得」と題し当日の試合チケットもしくは2020シーズンパスまたはセーラーズカードのご提示でお得なサービスを実施中なんとイオンスタイルではレジにて5%オフぜひイオンモール今治新都市へイオンモールそれでは FC 今治情報を FM ラジオバリバリパーソナリティーナナさんと FC 今治スタッフの金井さんが伝えてくれます。 どうも FC まわりの金井良一ですよろしくお願いします久しぶりですね一人で一人久々っすね一、ね、人でもあの喋りまくって書いていただけるという形になりますので<笑><笑>じゃあ喋りまくって帰ろうかなそうですね届けていただくまず最初の FC まわり情報はというとやはり試合の結果報告からお願いします九、はい、月十九日土曜日十七、えー、時三分キックオフで、えー、アウェー相模原とのゲームがありました、えー、結果は 1>, 1対1、ああ、一対一。ね、ドロー、すいません、私、ちょっと結果の方はあは追っかけていたんですけれども、はい、あの前半、おっ、前半はまあ、1 0対0で、0 0でおお、いいよ、いいよって、でまあ、次、見たタイミングで、よし、1点入れとるがねそう、これが1点取ったのもね、あのー、今季のこの夏に。 FC 周りに加わった川美、えー、選手が FC 周りの初得点ということでまあこのまま1対0で、えーまあ、逃げ切るのか追加点狙うのかという流れの中で木原選手が、まあ、イエローカード2枚ということで退場になってしまったセットプレーで点を取られちゃって1対1と、まあ、最後までちょっとあの危ういシーンはたくさんありながら、えー、なんとかしのいで勝ち点1持って帰って。 たっていう感じかなと思いますけど、いや。まあ前半もいい戦いというか。まあ相手にもチャンス作られながらまあ fc。周りもチャンスを作りなんとか点を。まあ、後半の立ち上がりで点取れてそのまま行くかな？という流れの中でまあ残念ながら追いつかれてドローという形で勝ち点1です。はい、まあ次ね。すぐ試合あるんで、そっちに向かって頑張ってほしいなと思いますけど。 はいまあ、1点では勝てないというふうなことで、やっぱりもう1点。1> まあ、そうですね、まあ、追加点っていうのは、なかなか今シーズン取れてないところもあるんで、まあ、ただ、失点は最少失点でだいぶ抑えてはいるものの、やっぱり追加点欲しかったなっていうのは思いますけど。うんあとはまあ上原選手のイエローカード、2枚、ね 2> えー、退場、通的不利 まあ数的不利、まあ、あのすぐ失点したシーンでも、まあ、数的不利が多分まあ原因ではないかなと思ってて、うん、まあそういう流れとか、ね、セットプレーだったらまあ人数あんまりそんなにも大きく変わらないから、まああいう流れをこうものにされたっていうのは、えー、相模原のちょっと力強さを感じたかなと思いますけどレッドカードがやっぱりこう相手を勢いに乗せてしまったっていうところもあるんですかれ。 まあなんとかえー、とまあ祝儀中心に、まあ、しのいでくれたかなと思いますけど。 危なかったねでもはい、えーまあ、1対1というふうな形、まあ、でも、沢上選手の移籍後、初ゴールも、うん、まあ,あり、まあ、結果的にはドローという、うん、形で、えー、終わった第16節、えーはい、ということでした、で現在、通算成績は5勝7分け4敗、勝ち点は22、FC 周りの現在の月曜日9月21日時点での順位は第10位と。 いうことです、はいうん、でこれですねあの、放送なんですが、FM 愛媛、えー、さんの方でね、お聞きの方は、ですね実は次の試合が9月22日、えー、に試合があります、火曜日の時間が、えー、午後の2時。 キックオフです,ですので、17節、だから、あこれ、FM 愛媛で夜放送をお聞きの方はです、ね、この結果がもうすでに試合も終了して出ている状態の中、17節が9月22日火曜日、はい、祝日午後2時から。福島ユナイテッドのゲームが、えー、今、奈良さんが言ったように、14時キックオフで、うん、あの東宝みんなのスタジアムで、なんとかここで勝ち点3。3よね、<え>奈良さん。ここ3よ ここはねはよ、よちょっと山頂 <laughs> だいよは。はよ山頂だいよと。だい。もうななさんもずっと言ってるからうもう、これはねぜひ山持って帰ってきてもらってね次のホーム戦に。 さあ次の、ね、ホーム戦は9月の27日日曜日になっています。うんはい、対戦相手はガイナーレ鳥取ということでチケットももう販売に、はい、<え>なりましたね開始になりました今までの流れ通りまり、あ、先行販売から一般販売へとあの移行します。えー、と15時キックオフで えー、ありがとうサービススタジアムで行われます鳥取は今3位につけてるけども、ね、勝ち点30、えー、我々は22と、うん、まあなんとかここで、ね、あの勝ち点を取りたいと思いますし、うん、この試合は HIS さんのマッチデーというところでいろいろとスタジアムを盛り上げていただけるので、うん、ぜひねアウェーの,その鳥取にはカニちゃんって言ってね元 FC 周りの選手もいますしねちょっと楽しみかなと思います。 うん、またな、まあ、ユニチュアムブースもあの引き続きあの行っていただいて、えー、スタンプカード、えー、とホームセンの5回、えー、集まるとプレゼントの方もご用意いただいてますし、うんうん、今回はあの募金活動もね、寄付あの、募金活動もやってます、500円から募金をしていただいて、オリジナルの素敵な商品もプレゼントいただけるということで、またあの前回同様、誕生日月の,あの限定の、えー、小学生以下と。 女性の方、限定に素敵なプレゼント。僕はもらえないのかな ?9 月なんだけどな。くれないみたいです。あれ、金さん、ちょっと、なんかアピールして。しはいはい、まあ一旦アピールしとこうかな。え9ま9月誕生日やったんやけどな。やったんやけどな。あ、終わった。終わった。終わった。終わった いうことですけけどど終わったまたあのサンプリングもあのご用意頂い,いてて、うんあの『スッキリ』ミルクシャーベット<ー>あの株式会社アリスタ基礎様から小学生以下のご家族に一袋ということであのシャーベットをプレゼントいただけるということで数には限りがありますので、えー、配布次第終了となるのでぜひあの受け取ってもらえたらなと思いますし。 第一印刷からもマスクケースがプレゼントされるということで。マスクケース？今はもうマスクはね必須品やからね。そう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 。うん、それもねあのぜひあのスタジアムに遊びに来ていただいて、まあ無料にはみんなねすぐ食いつくからね。うんうん、もうぜひそれを手に取ってもらって、まあフードコートもね今回充実してますので、ぜひぜひあのホームセーに来ていただけたらなと思います。なおお話の中に出てきた。 本日行われたアウェーゲーム福島ユナイテッド FC 戦の試合結果そして27日日曜日のホームゲームガイナーレ鳥取戦についてなど最新情報を詳しくは FC まばりのホームページをご覧ください FC まばり応援番組「以降夢スタがんばれ FC まばり」この番組はイオンモール今治新都市の提供でお送りしました